くしろ。遅刻するよ。残念でした。こなただよ。どうしたの？重い？15世紀から18世紀にヨーロッパで魔女狩りが行われたわけや。これが俗に言う魔女裁判。しかしこの言葉は宗教的にマイナスなイメージやろ。せやからタイトルを裁判から審判に変更する必要性があったんやな。
ル、もう買った？これお弁当。いいから食べる。これお約束だよ。泉このタルート攻略のだよ。幼馴染の彼女と屋上でお昼を食べる。もちろんお手製のお弁当で。選択肢はない。それより早く食べよう。お昼休みが終わっちゃうよ。ほらほら、そこ座って。お茶持ってきてるよ。失礼な。けどそれかなり本音。料理は得意だもんね。家の食事は私担当だよ。ううん、いないよ。子供の頃に死んじゃったんだよね。別にいいよ、すごい小さい頃のことだし。それより早く食べて。本気で時間なくなっちゃうよ。欲しい？そんなバカな！この鶏肉は最上のものだぞ！
私は、お前は何者なんだ。何それ、どこの究極都市か、というか狼を呼べ。どっちでもいいけど、ネタにしてもつまんない。どうしたの？もうお腹いっぱい？教えてあげるって。とりあえず今日から始まるアニメをチェキヨロ。何それ、ずっと一緒にいたいの？それはまだ先のイベントだよ。劇の練習は長いからね。今日はゲームする時間があるよ。どうしたの？疲れた？テンション低いよ。手をつないで下校、これ定番ですよ。
して。誤解したから。私だってその初めてなんだけど。それはまあ今までクリアしたギャルゲーのなせる技というか。好きかどうかはまだわかんないよ。けど嫌かどうかはわかるよ。っていうか OK じゃなかったら作戦とか言わないだろうし。安心した。私頑張るね。あ、それはどっかに。どうしたい？教えたアニメチェックしてね。
んでる？シーン58、頑張ってね。